アステルは、かつて存在した、PHS 事業者アステルグループの総称、およびアステルグループが提供していた PHS のブランド名である。テレコミュニケーションの進歩形を意味する英語、アドバンストスタイルオブテレコミュニケーションの略称として付けられた。アスの電話という意味も込められているとされる。年月に、NTT パーソナルや d i ポケットに次いで、 サービスを開始した。電力系通信事業者が実質的な母体であり、事業地域は電力事業者の管轄区域と一致する。サービスの企画、統括を担っていた中核会社のアステル東京には三井物産を呼び、三菱商事と住友商事の大手商社、デジタル本を展開していた JR グループの日本テレコム。 国際電信電話、日本高速通信、国際デジタル通信といった当時は非 NTT、非 DDI 系の通信会社と新規事業を模索していた大英リクルートが出資並びに人材を送り込んでいた。リクルートからアステル東京へ出向していた柳田洋一の発案により着信メロディの配信サービスを先駆けて行い、1998年にアステル東京が 着メロの商標登録した。なお、商標は、予算が承継した後、競売により権利は、他社が取得している。アステル各社は設立当時から各地域での独自色が、濃かった。通信回線も、電力系通信事業者の回線を利用した、独自モードで展開する北海道、東北、北陸、中部、四国の各社と、NTT 回線に依存する東京。 関西、中国、九州、沖縄の各社でグループが二分されていた。前社を接続型アステル、または独自モアステル、後社を活用型アステル、または依存モアステルと呼ぶ。そのため、当初独自モアステルから NTT 依存モアステルや、他の独自モアステルへのローミングができないなど、他の PHS 事業者では起こり得ない問題が発生していた。 1998年4月に、ようやく、全国ローミングサービスにより、各地方会社の端末及び網の間で全国での発着信が可能となったものの、ローミング時の料金体系の相違は最後まで解決されなかった。また当時のエリアマップを見ると、人家の少ない山間部でサービスを行っている地点があった。これは送電施設。 発電ダム等の電力会社の施設に付帯して設置されたアンテナによるものであり電力系通信事業者を母体としていたアステルの特徴だった携帯電話の低価格化とサービスエリアの狭さから PHS の契約数は伸び悩み1998年には NTT パーソナルが自主経営を断念したことで赤字体質が露呈するアステルグループ会社は 2005年の事業収束まで、独立会社として存続した沖縄を除き、経営難などにより1999年のアステル、東京を皮切りに順次、母体の電力系通信事業者に吸収合併、もしくは事業譲渡の後法人生産となった。2002年8月1日には、日本テレコムから、東京テレメッセージを2001年に買収した、IT ベンチャーの要山が、 東京通信ネットワークの PHS 事業を買収。それから間もない2002年11月30日に、九州通信ネットワークが、アステル九州の新規受付を停止。2003年11月19日に、アステル九州のサービスが終了し、PHS 事業者としては、日本国内初のサービス廃止となった。九州地方の撤退を皮切りに、 他のアステルグループも一気に事業終了への流れが加速した。2004年12月1日をもって全国ローミングサービスが停止し、グループとしての体をなさなくなったことから、アステルグループはこの時点で事実上崩壊した。同日の時点で九州、北海道、北陸、関西がサービスを終了しており、中国も終了が決定していた。また四国、 中部、沖縄も新規受付を終了していた。最後まで、新規受付を継続していた東北も、2005年7月28日を、もって終了した。沖縄を除く、アステル地域会社では、サービス終了に先立ち、既存のアステル契約者には、ウィルコムの PHS に加え、一部地域会社では、携帯電話への移行が行われた。 アステル地域会社から契約者宛てに送付される、カタログから希望する電話会社と機種を選んで申し込む、形式で選べる機種は限定された。場合によっては、プリペイド式携帯電話への移行もできた。移行により、電話番号が変更になった。新規加入手数料、機種代金は、アステル地域会社の負担で行われた。ただし東北は、 ウィルコムの新規加入手数料については、移行手続きとは、別途に東北インテリジェント通信と、ウィルコム双方で手続きを要し、それがない場合は加入者負担となった。詳細は、アステル東北を参照。また、沖縄の移行方法については、アステル沖縄ウィルコム沖縄への移行関連の項を参照。唯一アステル PHS 音声サービスを、 運営していたアステル東北も2006年12月20日に事業を終了し、アステルグループ音声 PHS の事業は約11年で完全に幕を閉じた。1997年に PIAFS1.0 規格による32キロデータ通信サービスを開始。1998年にはデュプレックス型という、 独自方式での 64kbps データ通信サービスを開始した。これは2台の端末を使うもので、初期にはデスクトップ企業のアダプタのみ提供され、接続カードと端末がそれぞれ2つ必要とされた。後に音声端末を接続可能で、単体では 32kbps、音声端末併用で6 4ロ b p s となるデータ通信カード。 アン X1 が発売された。ただし、2台の端末を使うという点は変わらず、PIAFS2.0、2.1規格の端末は最後まで発売されなかった。データ通信定学生2000年初か頃から独自モー、アステル各社の一部では、その独自モーを活用して、各社各用に、定学生の PHS データ通信サービスを開始した。 北海道、定額ダイヤルアップ接続サービス、北陸、四国、ネット、放題、東北、お遠く、ドット、ネット、関西、エア64エア、中国、メガエッグ64である。最も初期のサービスは、モバイルデータ通信定額制としては現在でも、サービスが続いている、DDI ポケットのエア派よりも1年近く、先行して開始された。 3 2ロ b p s で開始したサービスが多く、また一部には混雑時に時間帯制限を設けているものもあった。これは後に24時間制限なしのサービスも提供された。また、アステルグループ各社各用に開始したため、サービスエリアが各地方会社のエリア内に限定された。全国サービスエリア展開はかなわず。 また提供エリアが主要都市部のみの提供となっているものも多く2001年8月にエア派2003年にアットフリードがスタートすると徐々にその存在感を失っていったさらに PHS 事業自体を終了する事業者が相次ぎ最後まで残っていたエオ64エアも2011年9月30日をもってサービスを終了したなお アステル関西のエオ64エアと、アステル中国のメガエッグ64は、アステル時の無線帯域免許と基地局を呼び、K オプティコムの光ファイバー設備を活用して誕生したサービスであり、アステルブランドのサービスではない。メガエッグ64は2007年2月28日新規受付終了同年9月30日サービス終了。 a o 64エアは2010年8月31日新旧受付終了を2011年9月30日サービスを終了した。文字をは PHS 音声端末による情報配信サービスとメールサービスの名称。着信メロディサービスに続いて柳田洋一が開発に関わり i モードに先駆けて1998年10月に 東京を皮切りにサービスが開始された。PIAFS による回線交換接続で通信量は完全重量性、情報利用量は不要。2004年11月30日に完全終了した。ドットアイは2000年12月に東京でア RG-51 の発売と同時に開始された携帯電話 IP 接続サービスである。 i モードから21ヶ月と大きな遅れを取ったが CHTML ブラウザを内蔵したのは PHS としては先駆けだった。接続先として規定の .i プロバイダの他に ISP の PIAFS 対応アクセスポイントへの接続が可能であり POP3 SMTP といったパソコン環境のインターネットメールの利用ができた。メニューサイトは 文字をナビとは異なるものであり、サイト数は少なかったが、勝手サイトの閲覧が可能となった。また、phone.ne.jp ドメインの i メールの利用も可能である。しかし、2001年2月には、ドコモ PHS が、同種のサービス、ブラウザ本をカラー液晶端末の投入と同時に、開始したことから、契約者の減少傾向に歯止めはかけられず、 東京では2004年11月30日に完全終了した。なお、ISP 接続であれば、PHS サービス終了まで利用可能だった。一部地域では、同サービスが提供されずに、アステル PHS サービス自体が終了した。テレメス政治各社のポケベル機能を、PHS 端末に一体化した機種が発売されていた。 沖縄テレメッセージは2017年4月までサービスを継続しておりパナソニック製 PHS ポケベル一体型端末 A831 は沖縄の一部ではポケベルとしてのみ使用可能であった1997年に開始テレホンダイヤルに電話しプッシュ本操作で楽曲を選択すると単音の着信メロディーのデータがダウンロードされる 配信楽曲は定期的に見直され、料金名最初同風のチラシなどで案内されていた。通話料のみで利用可能。2004年7月31日をもって完全終了。着信専用とすることで、基本料金を無料もしくは廉価とした契約プランであり、各社でばらつきがある。プリペイド携帯電話に習ったプリペイド PHS サービスであり、 2000年11月にプチペイドの名称で東京で開始。トミーやセガトイズからガングルートで個別の商品名を付けて発売された。すべて各電力会社と同じ管轄で事業を行っていた。また2011年10月現在のアステル各社の動向は次の通りである。アステル PHS 端末例 A271 アージ -15、AT-33、AT-15、AP-33 AT、AP アステル電話機アステル 32kbps、シリーズアステルエグゼシリーズアステル .i シリーズ、その他の音声端末ウィキニュースに関連記事があります。アステル PHS 消滅へ。ありがとうございます。